今日のメンバーもなかなかきつい人が多いな。看護師という職業は気が強い人が多いイメージだが、実際そういう人ばかりではない。おつぼねの陰に隠れ日々ストレスに耐えている看護師がいることを皆さんにも知ってほしい。よし、じゃあ今日もねオペ多かったりするんで、まあ、みんなで声かけ合って事故ないようにねやっていきましょう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。とりあえずこの時間の点滴は大丈夫だな。あ、先輩の点滴もう投与の時間だから作っとこうか。あれ、新庄君。あ、はいはい。あ、それ作っちゃったんだ。あ、作りましたよ。もうこの時間で投与ですよね。あ、それさ、中止になったからさ。え、別に作んなくてよかったんだけど。あ、そうなんですか。あ、ちゃんとさ、それ相談してくれないと困るわ。あ、すいません。無駄になっちゃうから。ちょっと良かれと思って作ったんですけど。いいよ、そんなのやんなくて。すいません。あ、頼むわ。すいません。確かに確認しなかった僕も悪いけど、もう少し言い方どうにかならないかな。あ、ナースコール。田中さんの部屋か。はい、失礼します。田中さん、どうされました？お茶欲しいんだ。お茶。あ、お茶ですね。じゃあ、今持ってくるのでお待ちください。はい、失礼します。よし、田中さんはいつも熱いの頼むから熱々のお茶持ってってあげようかな。よし。田中さん、お待たせしました。うん、悪いな。熱いので気をつけてくださいね。うん、これお前すげえ熱いな。あ、本当ですか。あ、いつも熱いの飲まれてるので温かい方がいいかな。これ熱すぎるよ。俺今日ぬるいの飲みてんだ。まあ少し置いといてもらったらぬるくなると思うんですけど。バカ野郎、置いとけばじゃねえよお前。今すぐ帰ってこいよお前。わかりました、すいません。あ、当たり前だ。入れてきます。あ、よし、じゃあちょっと手も空いたし、桜井さんの部屋のオペ出しの準備でもしとくか。酸素とモニターを用意して、これで OK かな。よし。あれ、このオペの準備誰がやってくれたの？これ。あ、それ俺がやっといたよ。え、佐藤くんやってくれたの？ありがとう、助かるわ。じゃあオペ行ってくるね。その準備僕がやったんだけどな。佐藤さん座ってただけだし、まあいいか。ねえ新庄、聞いてよ。どうしました？俺さ、車持ってんじゃん。はい、そうですね。この前さ、なんかちょこっとさ、車駐車しといたらさ、すぐ駐車金取られてさ。大変でしたね、それ。マジ最悪だから、うん、高いですもんね。すげえ取るんだよな、あれ。あれ、ついてないですね。ねえ、そこさ、ちゃんと仕事してんの、それ。あ、新庄くん、それ仕事終わってんの？あー、まだ終わってないです。終わってないんだったら喋ってる暇ないじゃん。すいません。ちゃんと仕事終わらせたから。はい、わかりました。すいません。頼むよ。すいません、今やります。新庄、ちゃんと仕事しろよ。すいません。お前が話しかけてきたから怒られたんだろ。くそ。あれ、新庄、まだ仕事残ってるのかよ。あ、もう終わるので大丈夫です。あ、早く帰れよ。あ、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ。今日佐藤さんたちの業務かなり手伝ったんだけどな。そのせいで残業になってるし、そのくせ帰る時だけは早いんだから。どう、新庄君、終わりそう？あ、もう終わります。ごめんね、今日一人だけ受け持ち重かったよね。いやいや、全然そんなことないですよ。申し訳ない。大丈夫です。実際重かったんだよね。あの今日の他の2人にはちょっと仕事増えなくてさ。2人ちょっといい加減なとこだから。そうなんですね。新庄君はいつも丁寧にやってくれるから。いやいやいや、俺も後で手伝うから。あ、すいません。今日は良かれと思ってやったことがことごとく裏目に出た日だったな。別に頑張ってることを認めてほしいわけではないけど、こういう日は少しモヤモヤするな。まあでも見てくれてる人は見てくれてるんだな。明日からもこの葛藤に耐えながら頑張ろう。